はい。今回ですね。ローズ選手をペナントで回したら、マックスで何本ホームランを打てるのかやっていきます。ローズ選手っていうのはね、タフィーローズ選手ですね。えー、55本の記録、今は記録じゃないか。バレンティン選手が60本で持ってるんですけど、かつてね、55本でホームランの記録を持ったんですけど、敬遠とかで制限されちゃって、それ以上打てなかったんですよ。なんで、制限なしで打ったらどれぐらい打てるのかっていうのね、検証でやっていきます。 で、ここら辺のね、えー、ルールに関しては、全部ね、デフォルトのままなんで、特にいじってないですね。なんで、普通に始めていきます。で、いきなりね、もう前世紀の能力から始めるんで、まあ、10年ぐらいかな。10年ぐらい見て、そこで何本ぐらいね、シーズンでマックスで打つかっていうのをね、確認していきます。ちなみにね、ローズ選手の能力はこちらになりますね。参考にしたデータがね、前回も言ったんですけど、プロスピエースのね、データですね。で、ここら辺はまあ、 ついてた特殊能力をつけて、まあ、プラスアルファちょっとつけたって感じですかね。で、早速やっていきます。で、完全スキップだよね、1年。とりあえず、1年目はどういう感じになるかね。これで、完全スキップ。で、怪我人とかはね、別に出ても大丈夫なんで。はい、やっていきます。はい、ということで、スキップ終わりましたね。で、シーズン記録ですね、確認していきます。で、確かね、タイトル、タイトル見た方が早いか。あ、な、あ、待ってる。 大胆と取ってんだけど。終わって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 。お、54本。何この超妥当な企画。なんで54本打つんだよ。ぴったりじゃん。あ、でも202本ってやばいね。あ、いや、やばい、一,一郎さん抜いてる。204本だ。率も、率もね。うわ、やっぱギータやばいな。い,いつも出,出てくるね。うん。で、三塁打は、ダントツですね、一郎さん。うわ、54本ダントツやば。どうした打点は打点。 あ、打点、こちらですね。打点に関してはね、山川選手かな。で、ホームランは54本で圧倒的ローズですね。<laughs> はい、ということで、ね、じゃんじゃん2年目やっていきます。2年目もね、終了しました。確認していきます。でね、タイトルですね。おなんか減ったな。<laughs> 減ったな、どうしたまあ、そういうこともあるか。まあね。怪我なくやったと思うんだけどね。ローズ、あ、ちょっと怪我ありましたね。137試合だからちょっと減っちゃったね。 なんで、ま、しょうがないか、そこら辺は。怪我しにくさもそこまで高くないんで。やっぱでも、イチローさん、怪我しにくさ A だからね。やばいね、これ。めちゃめちゃ成績残してるね。で、他はホームランですね。ま、それでもね。うん。あ、44本なんで、トップですね。ま、ダントツですね。ま、パワー、87ってことで。でも、山川さん90何とかあるよね。で、打点の方はどうだろう。128。うん、高い。 ま、10年はちょっとやってみよっか。もう3年目もやってみます。あとね、3年目ですかね。終わりました。確認してみます。どうでしょうね。ちょっと楽しみだな <laughs>。さっきタイトルからいくか。えー、っと、おやおやな、つつ、都合選手がソフトバンクにいる。なんでえマジで ?122 試合めっちゃ怪我してんじゃん。なんで なんでしか言ってねえよ。あれ、ホームランどこ行ったあった。あ、でも34本打ってますね。すごいな。初年度が一番良かったのかなうーん。ちょっと少しずつ下がってますね。年取ったのかな終わりました。早速確認していきます。タイトルから行こっか。ああ、49本。150だってどうしたどうした今岡、今岡さん140何とかだっけ歴代記録ね。歴代記録。 で、野手シ,シーズン。打点、あ、ギータがね、抜いてますね、完全に。うわ、今岡さん本当すごいな、今考えても。147だもんね。ローズ選手143試合出てるんで、多分怪我はなししてないと思いますね、打席からしても。で、アンダは、やっぱイチローさんすげえわ。<laughs> もう4割じゃん。もう41だぞ、多分このシーズン、今。 ホームラン、はダントツですね、もう。あー、でも、超えそうで超えないな。なんだろう。難しいのかな。でも、ダントツですね、もう150。だ点ね。はい、ということでね、どうしよっか。とりあえず、10年やってみるか。とりあえず。確認します。どうだろう。お、あれ <laughs> 山川さんになってる。なんでロー,ローズ、どうしたローズタフィーローズ。 ローズ衰退してる <laughs> 衰退してるっていうか、どこ行った痛いた痛いたいたいた。あれあ、34本。<laughs> 激減しましたね、これ <laughs>。あ、怪我してますね、これ、完全に。やっちまってますね。しょうがないね。これはしょうがないわ。はい、ということでね、えー、終わりました。また確認していきます。次こそは、次こそはね、タイトル。お、え、なに誰バーンズって <laughs>。 新外国人出ちゃってんじゃん。たんだたんだ。ホームランね。あ、でもすごいすごい。同率っすね、同率。47。あー、でもそっか。行かないもんだね、意外と。あと3回ぐらい回すか。打点どうだったっけ、打点。打点結構良かったんじゃないの打点は、えーっと、どれだ あ、やっぱ打点すごいね。あ、でも、バーンズって誰次気になるんだけど、ちょっと調べよう。はい、ということで、謎の外国人、バーンズに抜かされました。能力的には全然こっちの方が高いのにね、なぜか、えぐい数字残してますね。<laughs> はい、ということでね、えー、終わりました、シーズン。 8年目か9年目か、どっちか分かんないけど。いや、なんかね、最初だけでね、一番良かったのは。なんか超える気がしない。あ、41本。外、外が、外がパリーグに来ましたね。えー、なんでマジか。あ、ローズ36本ですね。あ、109試合。完全に怪我しましたね。あ、やっぱ難しいんだね。なんでだろう。全然伸びないね。 はい、ってことでね、ラスト終わりました。もうね、これ泣いても笑っても最後だわ。確認しよう。うん。シーズン。お <laughs> 微妙。なんでマジか一郎さん、ちょっと、老化してますね。えーと、ホームランですね、ホームラン。36。あ、でもトップなんだね。あ、109試合。なんでだろう。ちょっと怪我かな。また。 年取ったんでねまあそういうことでね、怪我なしでやったところでだもんね。だってしょ、それはリアルさがないもんね。今度ね、ちょっと条件的にね、いろいろ変えてほしいことがあったら、ぜひともコメントほしいんですけど、まあ結論としてねし、初回のね、初回の一番最初の54本かな、が一番良かったってことですね。はい。ということで、以上になります。別に特にね、これは、 超適当な検証なんで、あの、そんな真に受けないでほしいんですけど、ちょっとやってみたっていう動画です。はい、ご視聴ありがとうございました。以上です。